渦潮クルーズの環長線構内にある津波防災ステーション、福良湾上空より、福良港は、鳴門海峡に面した淡路島の南端、兵庫県南淡路市にある、兵庫県管理の地方港湾である。福良港は、鳴門海峡から入り込んだ、福良湾内にあり、天然の良港である。かつて大鳴門橋の開通以前は、徳島県鳴門市の無病港との間に鳴門フェリーがあり、 四国と阪神を結ぶトラック輸送の動脈を担っていた時期もあったが、現在では、ナルトの渦潮を見る遊覧船の発着港として多くの観光客に利用されている。その他にも貨物港と漁港としての機能があり、平成20年のデータでは3000トン未満の内港貨物船の入港席数は約270席である。福良湾はナルト海峡の東側に開けており、 南海地震による、キー水道からの津波の侵入が予想されている。現在、福良港には、防潮堤や須崎から伸びる、高校防波堤が整備されているが、さらに可動式の湾校防波堤の整備などが、検討されている。港一帯は、平成30年71に、港オアシスの登録をしていて、福良地区公民館を代表施設とする、港アシス福良として、観光。 交流拠点ともなっている。四国側の亀浦港発着の小型遊覧船と並んで、福良港も400トン級の小船を模した大型遊覧船、管林丸、日本岸2隻が発着している。通常は1隻のみで1日6便、他客時には2隻で1日12便となる。平成20年の内港貨物船の入港席数は100トン未満のオイルタンカーが約100隻 500トン未満の砂利船が約100隻、3000トン未満のセメント船が70隻となっていて、貨物取扱量の内訳は、下記の通り、大化2年、福良と無矢の間で終日通船が始まる。南海道が整備されると、由良港と共に機内と四国を結ぶ、海上交通の要衝となった。ありがとうございます。